はい、どうもこんにちは。今回は殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続きからやっていこうかなと思います。前回はグリーンメイスの親玉と対峙して、でそのグリーンメイスの親玉が実はジャック・ザ・リッパーの体だったっていう、処刑されたそのジャック・ザ・リッパーの体だったっていうことを目の当たりにした後、このアーサーのジャックの幻想とは何なのかっていうことを改めて先生と話をして、まあ、その結果先生の実験台に過ぎなかったと、アーサーが。先生の娘がね、なんだっけ名前。ソフィーが心臓の病で、心臓移植のあくまで研究台として、アーサーが扱われていたという事実を知って今すごい険悪です。はい、それは間接的な殺人ではないか。なあ、確かに私は医者である前に人の親だ。愛する娘を見殺しになどできるわけがない。許されるわけがない。うわ、やっぱ白紙だね。私は諦めない。はい、それが親の務めであり妻との約束だ。妻との約束言われたらな。私は何としてでもソフィーを救わなければいけない。まあ、わかるわかる。心臓移植だ。全ての解決策はそこにある。と、病に侵された心臓を健全なものに置き換えることで死の運命から娘を救う。他者の意識など消し去ってやる。私が救いたいのはただ一人、ソフィーだけだ。だからアーサーの移植でジャックの意識が来たけど、だからそのアーサーをこれからも研究していって、仮にその臓器提供者の意識が生まれてしまった時の解決策を確かめたいと。そのためならば私はどんなことでもする。望みが叶えられるなら自らの心臓でさえ喜んで差し出そうじゃないか。急にマット出すな。急になんかパスいな。それに表情も。私がジャック・ザ・リッパーの心臓を使って君の命を救ったことは純然たる医療行為。まあ、それはそうだと思うよ。俺もだってそこでだってさ、ジャックの心臓しかなかったわけでしょ、すぐ手に入るのが。そう考えたら別にね。事故で損傷した君の心臓は手の施しようがなかったね。え、折りよく移植用の心臓があったからいいものの。本当ですよ先生。そうでなければ君は死んでいた。それも前回も言ったけどさ、そんなにアースは噛みつかない、噛みつきたい気持ちはわかるよ。この先生の反応的にさ、噛みつかなくてもいいかなと俺思ってたんだよな。君は別に自分を見殺しにすればよかったと言いたいのかね。そう。医者に患者を見捨てろと。そうなるよな。そうではありませんか。そうかい。ならば嘘をつき騙していたと私を訴えるかね。何の罪で私は何か法に触れたかね。なんでそこで噛みついちゃうの先生。なんでそこで煽っちゃうの先生。煽んなよ。仲良く行こうぜ。挑戦的に見返すウォルターに対してアーサーは拳を固く握りしめた。だが彼はその拳を振るうことはできなかった。まあ、命の恩人だもんな。このじいさんの言うことは納得はしたくねえが筋は通ってる。まあそうっすよね先輩。この野郎は善良なふりして相当な食わせ者だ。逃げ道の確保も抜かりねえ。さすがっすね。わかってる。ここで何を言っても問題は解決しないってことも。アーサーは感情に任せウォルターを責めることはできた。しかし怒鳴ったところで何かが変わるわけではない。そしてウォルターが心臓移植によりアーサーの命を救ったということも事実であった。まあそうだよな。実験台研究対象扱いされていたとしてもそれはウォルターの個人的な思惑であり、怒りこそすれ他人が非難すべきことではない。僕の心臓の持ち主はジャック・ザ・リッパー。それが確定しただけでもよしとしよう。それより今はその体がどこに行ったのか確認しようぜって前回言ったけど、アーサーは気持ちを切り替える。今ウォルターから実験で扱いされたことを急断でいいのかな、断してる場合ではなかった。いろいろと言いたいことはありますが置いておきましょう。もう一つ
尋ねたいことがあります。こうなった人間に話しかけ尋ねたくないけどな。ジャック・ザ・リッパー、いえ、クレイグ・ワジャトについて知っていることを全て教えていただきたい。クレイグ・ワジェト？ああ、戻った。ウォルターの先ほどまでの尊大な態度は鳴りを潜め、代わりに表情は純粋な疑問に満たされていた。新聞やラジオ等のメディアにたびたび名が上がるクレイグを彼が知らないわけではないだろう。しかしなぜ突然そんな名を出してきたのか本当に分かっていない様子であった。今さらとぼけないでください。クレイグ・ワジェトを名乗る男の体はおそらくジャック・ザ・リッパーのものです。うん。心臓を摘出した後、ジャックの体はどうなったんですか？あなたの手術の後のことです。知らないとは言わないでしょう。そうそう、体の行き先をさ聞くべきなんだよ最初から。確かに私はジャック・ザ・リッパーの心臓を摘出し君へと移植した。先生ここで切り替えられるってことは割とまともな人かもしんないな。マッドサイエンティストって言ったけど割とまともかもしんねえ。だがジャック・ザ・リッパーの体について私は関与していない。うん。用があったのは心臓だけだ。どこに行ったかぐらい知ってないのかな。一体やつは。なあアーサー君、話がいまいちつかめないんだが状況を説明してもらえないかな。大丈夫言っちゃって。私の知識は役に立つと思うよ。うん。今までもそうだっただろう。ジャックの体と思わしきものに誰かの意識が入ってるからね。誰かの心臓がジャックに移植されたってことかな。いいでしょう。わけわかんねえけどな。アーサー・ウォルターに対してグリーン・メイソンという組織について判明していることを全て明かした。そしてジャック・ザ・リッパーの体を持つ者クレイグが秘密結社の指導者を名乗り君臨していたことも。クレイグ・ワジェとか名前は見聞きするが顔は知らないな。まあ、仮面に隠してましたもん。実際クレイグは公演などで姿を注目にさらす際にはあの仮面を常に身につけていたのだという。彼の素顔を見たのはアーサーたちも初めてだった。まあそうだな、ジャック・ザ・リッパーってバレちゃうもんな顔は。知っての通りジャック・ザ・リッパーは2年前に死亡している、うん、私が心臓を取り出したんだ、間違いない。今動いているのはまるで別人ということだ。とんでもない医療技術が背景にあるよな。考えられるとするならジャック・ザ・リッパーの体に、まあそうだよね、クレイグという人物の心臓を移植したのではないかね。うんうん、ジャック・ザ・リッパーからは生きたままの心臓を摘出した。その体にすぐさま別の心臓を移植すれば、はい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 、適切な処置を施せば息を吹き返すことも可能だろう。そんなことあるか。状況は違うが、うん、今の君と理屈は同じさ。意識はクレイグとジャック・ザ・リッパーのものが混在している、そんなところだろう。じゃあジャック・ザ・リッパー2人いるじゃん。アーサーにさ、アーサーに取り付いた意識のジャック・ザ・リッパーとさ、そのもともと体が持ってる意識のジャック・ザ・リッパーって2つに分かれてんじゃん。ジャックが、全てはウォルターの憶測ではあるが十分に考えられる事態だった。心臓を取り出した体に心臓移植ね、確かにね。誰が何の目的で。一応死刑っていう扱いでね、トム取り出してるからね。そこまでは私にもわからない。クレイグとやらに直接聞いてみるといい。だが今のクレイグ・ワジェとは一体どちらだろうね。急に切り替わるな。ぜひ教えてくれたまえ。めっちゃスイッチ切り替えるのうまいじゃんお前。胸クソだな。でも明確な答えを今すぐ得ることはできず、アーサーもジャックもまた視線を落とした。クレイグに会えるのかな。でもあ、会いそう。会いそう。アーサー、どこへ行っていたのです。行き先も告げずに勝手に出歩くなんてどういうつもりだ君は。あそこ、事務所へ戻ってきたアーサーを出迎えたのはシャーロットとローリーの質問に近い声だった。言われてからアーサーは二人に行き先を伝えずに出てしまっていたことに気がついた。ああ、すまない。ジャック・ザ・リッパーの最後について詳しい人に話を聞きに行ってたんだ。二人を締め出す形になっていたことを謝罪したアーサーはジャック・ザ・リッパーの最後について語るべく探偵事務所に二人を招き入れた。奴の最後は
移植用臓器の提供者として心臓を摘出され、死亡した。ジャック・ザ・リッパーはすでに死んでいるはずだ。はいはいはい。ジャック・ザ・リッパーは死亡している。ですが、あのクレイグは。そこだ。クレイグ・ワジェと奴の素性を暴く必要がある。グリーン・メイスンメンバーからの情報はあるのか。あるかな。あるといえばあるけど、僕も話を聞いたが口頭無形だ。捕獲したグリーン・メイスンのメンバーから改めて事情聴取を行いました。はい。グリーン・メイスンは組織の理想である楽園の形成のため、医療技術の研究。ああ、医療技術か。そこ怪しいね。黒の武士を掲げた技術研究を行っていたようです。医療技術は怪しいじゃん。グリーン・メイスンが秘密結社が不老不死の研究。はっ、怪しさ満点だな。ね、お次は錬金術か、それとも救世主の降霊か。医療技術目指してんだったらありえるな。グリーン・メイスンはかねてより医療分野の技術研究への出資に力を入れていました。近代で急速に発展した医療技術の要因の一つです。ああ、そんなレベル。その目的は人が死や病を克服すること、老いや病への恐怖が原因で犯す罪を撲滅すること、人が争うことのない楽園を作るためだとか。あ、じゃあさ、ジャックのさ、心臓がないジャックの体にさ、なんか人工じゃないけどさ、その心臓入れたんじゃない。だからクレイグはあくまで偽名でさ、クレイグって人の心臓じゃなくて、クレイグっていう偽名を治ってるだけじゃないの。昨今は特に臓器移植の研究を進めていたようです。うん。使用に耐えなくなった不全な臓器を捨て、健全な臓器を移植して生き延びていく。あ、移植してって言ってんな。そんな研究です。あ、まあ、移植してんのかな。じゃあ、ただ臓器提供者の意識が発現するという現象が移植手術の研究過程で確認されており、うん、彼らはそれに目をつけたとか。めちゃくちゃ先生に言ってることとかぶってんじゃん。症例は稀ですが、性格が豹変する者もいるとのこと。精神的に不安定になった錯乱とも思えますが。それでシャーロットは一旦言葉を切った。話すべきことの整理とある種の決心だ。クレイグ・ワジェトという人物、彼は本来であれば70歳を超える老人です。ああ、そうなんだ。本来であれば。ああ、なるほどね。あの男の体は。それだと不老不死も合致するな。ええ、移植手術の実験の一環として。確かに確かに。グリーン・メイスンはクレイグ・ワジェトの心臓を別の体に移植したんだそうです。ああ、なるほど。ってことはアーサーの方はジャックの意識があるから、あ、なんていうの、体が動くけど、あっちはジャック・ザ・リッパーの体が覚えてるからあれだけ綺麗に動くんだ。へえ、面白いじゃん。意識対体じゃん。グリーン・メイスンから引き出した情報とアーサーからもたらされた情報を合わせると、移植された体はジャック・ザ・リッパーのものとなる。やはり心臓移植か。はい、心臓摘出後の体を使い心臓を移植する。へえ。他者の体で意識が発現する現象を期待してのことです。期待してのことってやばいよな。心臓摘出されたジャックの遺体を使って事実上の死者蘇生を行う。魔法カードじゃん。それは移植手術という医療行為などではない。狂気の沙汰だとアーサーは感じていた。まあそれは狂気の沙汰だよな。無事に移植手術は成功し意識が発現、うん、クレイグ・ワジェトは若い肉体を得て今や不老不死を体現するものとして崇められていたのだとか。クレイグが急速に求心力を増し幹部から指導者へと上り詰めたのも移植手術の後2年ほど前からだそうです。グリーン・メイスのメンバーは奴をクレイグ・ワジェトだと認識しているんだな。ジャック・ザ・リッパーではなく。そのようです。自らをクレイグ・ワジェトと名乗っていたことから、うん、他者の精神さえも乗っ取ることができると。はあ、はあ、今のクレイグは体を借りたまがいものだ。奴はジャック・ザ・リッパーなんかじゃない。でもこれでわかんじゃん。どっちが勝つか。ジャックの意識が勝つのか、ジャックの体が勝つのかっていう。移植や意識の件については話半分に聞いた方がいい。いい、うん、心臓移植による体の乗っ取り、そんな現象は馬鹿正直に信じられない。あ、これであれかな、アーサーが実は俺はっていうのかな。人は工場の機械じゃないんだ。部品のように臓器を交換し続けるなんて首をかしげるよ。君だって事故で怪我をして心臓移植しても何とも。あ、
そこで何かに思い当たったのか、ローリーは動きを止めた。シャーロットをまた迷うような、伺うような視線をアーサーへと送っている。念のためだ。何も疑ってはいない。君は昔から人助けをする善人だろ。まあまあ、少なくとも探偵ルートで来たんで善人である探偵ルートで来たんで、今回はアーサー、あなたは僕は確かに心臓移植を受けたが、確かに他者の意識になんて行動を左右されていない。このルートでは多分そうだよ。僕は僕だ、他の何者でもない。大丈夫だよ。アーサーが念をするようにうなずくと、二人はほっとしたように表情を緩めた。お前さんの言う通りだ。いつだってお前は自分の考えを曲げてねえ。いやー、痛いな。頑固者め。めちゃくちゃ曲げてたんだけど、本来の俺俺本来の俺めちゃくちゃ曲げてたんだけど、その結果ゲームオーバーだしな。よく言う、うん、いつもいつも口出しをしてくるじゃないか、ジャック・ザ・リッパー。俺がするのは口出しだけさ。体を乗っ取って好き勝手やりてえとも思わねえ。なんてったってもう死んだ身だからな。なんか体をさ取られてることで何も思わないのかな。ちょっとショック受けそうだけどな、普通に。だからこそクレイグ・ワジェト、やつを放っておくわけにはいかねえ。いや、嫌だよね、自分の体をさ乗っ取られてさ、なんか目の前でさ元気に活動してんの嫌だよな。人の体を使って好き勝手しやがって。あいつの悪行は全て俺様のせいか。冗談じゃないぜ。ね。ジャックの口調はいつもの通り軽い。だが渋い表情はやがて怒りに歪んだ。どうやら彼は静かに相当に憤ってるらしい。とにかくだ、クレイグ・ワジャとは老人であるはずが、どういうわけかジャック・ザ・リッパーの体で活動している。でも別に老人の心臓ってもう弱ってないのか。移植に関する審議はどうあれ、うん、奴が驚異的な身体能力を持つことは事実だ。どうにかして奴へ対抗する方法を探ろう。どうしようか。そうだね、具体的にどう対処するかを話し合おうか。対処ですか。何？単刀直入に言おう。僕は奴を殺すべきだと思う。まあまあ、それが平和だよ。待ってください。平和ではないわ。殺すだなんて絶対に認められません。捕まえられないっていうことでしょう。まさかとは思うが、あの化け物を逮捕するだなんて言わないよね。あの時も一歩間違えれば僕らは全滅していたかもしれない。奴はそう簡単にどうにかできる相手じゃないぞ。ジャックの体ってエグいんだな、そう考えたら。だって中身おじいちゃんでしょ。中身おじいちゃんであれだけ動くってさ、まあ、クレイグがもともとなんかセンスあったんかもしんないけどさ、ジャックの体仕上がりすぎでしょ。この先犠牲を増やさないためにも、奴を借り出して早急に殺すべきだ、うん、ありったけの銃器を動員してね。まあまあ、かろうじてね、やっぱドラゴンボールみたいな世界だな。そうだったからね、かろうじてまだ人間らしさはあったから。あいつ、奴は銃弾をかわすこともしたが危険視していた、うん、どんなに俊敏だろうと直撃させれば致命傷だろう。クレイグの危険性は分かっています。しかしそれでは。バカ野郎、お前警察っていうのはさ、お前アメリカとかそうじゃん、時には撃つじゃん。言いたいこともわかるけど、そうだよ、合理的に考えたまえ。君はどう思う。探偵ルートだから絶対撃つなって言うよ。これ二人の言い分はどちらもわかる。絶対撃たない方がいいよ。僕は探偵ルートだもん。いや絶対ゲームはなるかな。僕はクレイグを逮捕するべきだと思う。いやでもこの音楽流れたら大丈夫だわ必ず逮捕したい。この音楽流れたら大丈夫だ多分。人の話を聞いてないのか。生かして捕まえたい気持ちは分からなくもないけど、現実問題としてその手段がないだろう。一応やっぱ探偵ルートで来てるから、ゲームオーバーになった過程を考えたらさ、やっぱ探偵ルートで統一しないと多分これゲームオーバーになっちゃうもん。俺も小娘に賛成だ、相棒。奴、うん、は手加減して勝てるような相手じゃねえ。殺す気でかかるしかねえと思うぞ。いやでも僕は探偵ルートで来たんだ、ジャック。僕一人では確かに無理だ。だけどこっちには警察官とマフィアだっている。この音楽流れてゲームオーバーないと思うけどな。多分可能性はあるはずだ。協力ってお前な、警察とマフィアが協力なんてするわけねえだろ。表立って争わねえだけで、こいつらは犬と猫の間柄だぞ。ああさあ、
僕はファミリーのみんなを危険にさらすような真似はしたくない。ゲームバックさいけどな。早急に排除するべきだ。話だけ見ると。それでも君はクレイグを逮捕するべきだと言いたいのか。なぜだ。いや、あのローリーさん、僕探偵ルートで来たんですよ。殺人鬼ルートだったら間違いなく殺しに行ってたけど、探偵ルートっすもん。それは。は。僕が探偵だから。アーサー。僕は父さんの意志を継いだ。アーサー。探偵の仕事は。闇に隠れる犯罪を暴き出し、その真実を明らかにするものだ。あ、でも一応これ合ってるわ。じゃあ探偵ルートとして合ってる。多分これはまんまそう言ってくれたから。アーサーが奴を殺したところでね、犯罪者が一人減るだけ。よかった。人殺しや暗殺者が一人増えるだけだ。それじゃダメなんだ。秘密結社、奴らの背後関係まで洗い出して根絶する。僕はクレイグを逮捕する、うん、絶対に人は殺さない。いいじゃん、探偵ルートとして正解選んだじゃん。絶対あなたならばそう言ってくれると思っていました。ありがとうございます。そのつもりでした。前からそのつもりでした。やり直す前からそのつもりだった。俺は一緒に立ち向かいましょう。そうだよな。クレイグを逮捕することについて、うん、非番警ら隊のみんなからは異論が出ないはずです。まあ檻とか持っていけばいけるんじゃない。檻とか持っていけばさすがに。君たちは楽観的すぎる。シャーロットは初手を挙げて賛成の意を示すが、ローリーは依然として渋い表情のままであった。ローリー・ゴッドスピード、あなたの主張も十分にわかります。しかしアーサーの言う通り、殺しでは何も解決しません。まあまあまあ、結果として、ね、何か生まれちゃうもんな。代わりにあなた方はマフィアです、うん、我々ロンドン市警とはどうあっても相入れない。まさか今まで通りであればそうでしょう。まさかまさか。私は警察官としてあなた方マフィアを許容することはできません。まあ今は市民だからね絶対そう言うでしょう。言いたがりだもんだって。ですが今の私たちは非番警ら隊、ね、ただの市民です。ちょっとシャーロット気に入ってるもん。ただの市民って言いたいこと、言いた、言うことに、言うこと気に入ってるもん。もうシャーロット、みんなロンドン市警の警察官としてではなく、うん、己の正義感に従い悪と戦うこと、グリーン・メイスンと戦うことを決意した者たちです。あ、ローリーの顔がハッってなってる。ハッって。私たちは立場は違えど目的は同じはずです、うん、グリーン・メイスンやクレイグを追い詰め正当な裁きにかけるのは私たち市民ですよ。お、シャロットはまっすぐローリーの瞳を見つめ胸を張る。そのひたむきな姿勢に眩しさを感じたように、ローリーはかすかに目を細めた。警官だろうがマフィアだろうが関係ない、うん、市民が自らの手で自ら治安を守るか。なるほど、ロンドン市民らしい。アーサーからあなたの話を聞きました。筋を通す芯を持った信頼に足る人物だということも、うんうんうん、随分とアーサーのことを買ってるんだね。警官でも何でもない探偵の彼を。あなたの方が付き合いが長いので分かっているのでは。アーサーは相手によって考えや行動を変えたりしません。頼られれば誰の助けにもなる善人です。善人です。彼がいなければ。ありがとうございます。彼の姿を見ていなければ、はい、私はきっと立ち上がれませんでした。うん、いえ、立ち上がったとしても迷っていたでしょう。まあ、今も迷ってる感じあるけどな今までもだいぶ迷ってた気がするけどな。アーサーの姿を見て影響を受け考えさせられました。はい。自分がなすべきことは何かを考えた結果として、私は今ここにいます。ここにいます。私たち一人一人は小さな光かもしれませんが、はい、集まれば確かな光となりますそれは秘密結社のすごい悪の姿を暴き出すための光です。表現が主人公なんだけどな。主人公ってなんか遊戯王みたいな。私たち一人一人は小さな光かもしれませんが、集まれば確かな光となるみたいなあのアクセラレーション言ってるあたりじゃない、これもう確かな光となるみたいな。ロンドン市民として、はい、あなた方にも協力していただきたいです。はい。もちろん過度な暴力や犯罪は別として。あ、手組むぞ。シャーロットはローリーに対して右手を差し出す。それは紛れもなく握手を求める形だ。我々がマフィアであることを認めても君は同じことを言うのかい。
殺人その他の罪を犯していても、まあ、今は市民だからね。あなた方が何らかの罪を犯したのであれば必ず法の裁きを受け罪は償っていただきます。全てに目をつぶることは絶対にありません、うん、ただあなた方のような存在が生まれる社会構造こそ本当の悪だと私は考えています。法が完璧ではないのと同じく人も完璧ではありません。法制度の未熟さは正されるべきです。頭いいなお前。なんか人もまたちょくちょく思うけど、なんかキャラの割にお前割と正論言うんだよな割と正論言うんだよなお前。なんか頭いいな。アーサーはあなたを信じました。はい。であれば協力者である私もあなたのことを信じてみようと思います。うんうんうん。ノク個人としては君の考え方は嫌いじゃない。それが筋の通った主張だからだ。お、差し出された右手を見てローリーはしばし逡巡していた。はっ。やがて彼女は歩み寄りシャーロットの手をしっかりと握り返した。いいだろう、共同戦線と行こう。我々はグリーンメイスに借りがある。その狩猟のクレイグにもだ。いいじゃん。だけど勘違いしてもらっては困る。我々はあくまでロンドンの一市民として、うん、治安を脅かす脅威の排除に協力するだけだ。はい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 。ロンドン市警とは相入れないし今後同じように協力することはない。たまたま利害と目的が一致しただけだ。まあ、たまたまね。はいはい。ありがとうございます。ありがとうございます。ご協力感謝します。感謝します。共通の敵巨悪の姿を暴くためにロンドン市警とマフィアが協力を宣言する。どちらの組織のどの記録にも残されない、しかし歴史的な瞬間であった。死刑マフィアだ。時代は変わるもんだな。黄昏れてんじゃんおっちゃん。おっちゃん黄昏れてんじゃん。握手を交わした二人を見ていたジャックは何とも感慨深そうにつぶやいていた。さて僕はあくまでも一市民として協力するんだ。過去あったのかな、同じ経験が。無理やり従わせるわけにはいかない。交渉が必要だ。うん。あ、交渉行ってくるんだ。ローリーは文句を言いつつもゴッドスピードユニオンファミリーの者と連絡を取るため事務所を実施した。非番警ら隊のみんなに伝えてきます。あ、それに押収した書類などから情報が上がっているはずです。みんな帰ってくじゃん。帰り道気をつけろよお前ら。シャーロットもまた非番警ら隊を集めて今後の協力体制についての説明を行うため探偵事務所を駆け出していった。気をつけろよお前ら、殺されそうじゃんお前ら。道中で探偵事務所に残されたのはアーサーとジャックの二人だけだ。ロンドン市警にマフィア、それに探偵か。思えば奇妙な協力関係だ。確かに。違いねえ。それに殺人鬼もいるぜ。ちょっとなんかいいやりとりすんなよお前ら。ああ、ジャック分かってるとは思うが。は、今さら言わなくても分かるぜ。やつを殺すなってんだろ。そうだ、僕は探偵だ、殺人鬼じゃない。確かに殺人鬼じゃない。殺さない相手がどんな悪党だろうと罪を暴く。いや、アーサーは人殺すようなことしないから。そうだよ、悪事を暴く。しないしない。犯人を捕まえる。第一章第二章とかでもしないもん。法の裁きにかけるのは警察の仕事だ。そこに殺人鬼の出番はない。うん、まあいいだろうよ、お前の選択だ。いくら同居人だろうと俺がとやかく言うことじゃねえ。ジャック本当いいやつだよな。ただただアーサー、お前の信じる道を進みな。うん、悪を暴き裁き正す。ほ、俺にはできなかったがお前なら、あるいは、あるいはジャック、お前は、お前はなんだよ妙な顔しやがって。俺様がジャック・ザ・リッパーを捕まえるなんてやめてくれなんてお願いすると思ってんのか。奴が何者か、そんなこと俺様にだって。まあ、もう自分の体じゃないもんな、ジャックも。細かいことはここで推測したってしょうがねえ。うん、謎解きは全てが終わった後だ。いいじゃん。だがな、はい、このまま行けばおそらくお前さん死ぬぜ。やめてくれ、演技でもない。どうしたら奴に勝てるかを考えるんだよ。おいおい、
これは冗談でもなんでもねえ。あいつはまだ俺たちを舐めてた。確かに全力でやり合ったとしたら勝てねえよ。お前筋力量が筋肉が足りねえもん。筋肉がそれでもああさあそれでもだ父さんの意志を曲げるわけにはいかない。筋肉足りてないもんな。アーサーの意志はエドガーの意志に自らの意志を乗せた非常に強固なものであった。ジャックにもそれは分かっているのか、彼はしばらく考え込んだ後肩をすくめた。分かったよ、力を貸してやる。やるだけやってみようじゃねえか。叶わなかったら俺たちは仲良くあの世行きだ。ジャック・ザ・リッパーが地獄から蘇ってるってのに俺たちは地獄行きの三段かよ。ああついてね。ああすまない。だがありがとう。ありがとう。俺様はいじってのも嫌いじゃねえ、うん、まともにやって負けるのもシャグだからよ。ちょいと細工をしようじゃないか。いいじゃん、細工は大事だよ。細工、あのそうじゃん、頭はさ、頭は結局あのおじいちゃんのままだからさ、頭はさこっちが勝つんじゃないの。そういう頭脳的な面ではさ、あの武力はさやっぱ体がジャックだから強えけど、頭はだっておじいちゃんだから。ああそれに情報の大盤振る舞いだ。あ頭もそうか、ジャックの体だから。ジャックの戦い方を教えてやるぜ。俺様が一番やられたら嫌なことをな。あいいじゃん、それ大事じゃない。シャーロット、ローリー、そしてアーサーは探偵事務所で顔を突き合わせ、クレイグ確保のための手段について話し合っていた。シャーロットはケイラ隊を率いる身、ローリーは黒服たちを率いる身、組織的に活動するため動き方を練る必要があった。いいか、クレイグの武装はナイフだ。奴は刃物の扱いと攻撃に長けている。まあ、ただちょっとまあ時間も時間だし、多分これすぐ終わんないから、じゃあここで一旦切るわ。じゃああざした。